みんな臆すなよ。じきに朝倉の援軍が来てくれるはずだ。怪しい動きをしてる人たちがいるな。早めに倒しておくのが上策かも。開門。あの砦が手薄みたい。あそこを奪っちゃえば本丸を攻める足がかりにできそうだ。さすが半兵衛、よう見抜いたな。次はあの砦を狙うぞ。開門。うん、怪しい動きは封じられたみたい。くそ、伏兵を仕込むつもりがどうやら看破されたようだな。織田勢が攻めてきたぞ。砦を守れ。まもなく出撃だ。準備を急げ。およ。味方の進路を邪魔されないように浅井勢の動きに注意しておこう。長政の協力なくして上洛はならん。この戦で力を見せつけ従わせるのだ。今川斎藤を破った男か。どれほどのもんか楽しみだぞ。これで次の策を打てるよ。東砦に味方の援軍を呼び込むとしよう。南側から攻めるのみでは本丸を破るのは難しかろうな。よし、俺は本隊を率いて西側へ回る。残る者たちはこのまま南側より攻め続けよう。承知、おいらたちにお任せくだされ。敗北条件変更。開門。開門。邪魔者は失せた。進軍を続けよう。京極丸で敵を食い止めれば吉影様も安心のはず。よし、やるぞ。ただいま着陣いたした。我らも加勢しようぞ。うん、我が策なれりだ。うまく援軍を呼び込めたみたい。近づいてきたか。蹴散らしてやるわ。出るぞ。開門。ほう、威勢のいい将が出てきたな。だが俺の邪魔はさせん。兵糧は戦の要、わしが守らねば。兵糧奪われてなるものか。織田勢を通す。で、貸しはならぬぞ。おりゃ。敵は南側から攻められるのを嫌がって増援を送り込む。準備しておかないとね。砦に蓄えてあった兵糧を奪えた。これで浅井勢の士気を下げられよう。兵糧を奪われたのか。だがめ、やってくれたな。撃ち取ったぞ。意地は見せたわ。
もうよかろう。じきに吉影様が来てくれるはず。それまで敵を本丸に近づけたくねえな。よし、南側の織田勢を押し返せ。およ、敵の増援がこっちに向かってるみてえだな。さて、どうしてやろうか。この俺を止めようとて無駄よ。南側の敵を押し返すぞ。かかれ。今だ。鉄砲隊、お願い。抜かりねえな、半兵衛。オイラが見込んだ通りだ。南側の敵勢もなかなか手強そうだな。お見事にござった。よし、行くか。ぶったぎっといたぞ。ここは引こうか、あるまい。気合だ。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。気合だ。これで進めるな。先を急ぐぞ。兄様、私も戦うよ。アサイの大将を倒せばいいんだよね。キャルだ。来たな。ここは通さないぞ。厄介そうなのがいるな。長政と戦う前にあいつを倒しておかねばなるまい。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。敗走したのか。ならば俺が食い止めれば。お待ちくだされ殿。父に飛び込むような真似はお控えあれ。お前は信長殿。久しいな、息災だ。人の言葉を皆まで聞かず、いまだうつけか。そういうお前こそ相変わらずの石頭だな。お前はよ、俺が切る。久々の対決だ。俺を楽しませろ、光秀。俺がやる。望むところ必ずや勝利を収めてみせる。
とて無駄よ。星光か、相変わらず愛想のない顔だ。それがしに愛想など無用ゆえ。マイル。敵将、討ち取ったぞ。もはや、ここまで。ジオン兄様、私も続きます。壊してくれ。楽しめたぞ、光秀。ことが進んだらゆるりと語らいたいものだ。皆狂っているようですね。私も今できることをなさねば。ようやく吉影様が来てくれたか。よし、勝利条件変更。吉影様、俺は信長と直に戦ってみたい。手を貸してもらえますか。では長政殿は信長の元へどうぞ。南側の敵は私たちが抑えておきましょう。開門。長政が自ら出てきた。好都合だ。相手になってやる。朝倉のお殿様のお出ましみたいだね。じゃあやったるぞ。時が惜しい。すぐに決着をつけてやろう。天下無双よ。あなた手加減してくれているの。浅井の大将随分お優しいのね。なんだと、槍のつもりか。可愛げのねお姫様だな。マイル、かくまさい。いけです。撃ち取ったぞ。叶う相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。引かせていただこう。この俺を止めようとて無駄よ。天下無双よ。敵将、ぶった切っといたぞ。聞かせていただこう。なんと見事な。あなたが織田信長ですね。いささか
やり方が強引ではありませんか。仕方なかろう。強引に押し入らねば話が進まぬのでな。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。この俺を止めようとて無駄よ。俺を打つけと侮ったか。聞かせていただこう。お見事にござった。出撃前に織田勢に見つかるとは。耐えきれん。聞かせてもらう。かなう相手ではなかったか。どれほどの男か見せてもらおうじゃねえか。お前が浅井長政よく信長の器を測ってみよう。お力添え感謝いたす。なんと見事な。壊してくれ。無駄よ。よし、敵の出撃は防げたようだ。よっしゃ、この勢いで攻め進むぞ。たちの力十分に示すことができた。これで上洛への道が開けよう。